Hey, what's up? 山本です。私は今香港国際空港に来ております。本日お届けする動画ですが、香港国際空港にありますキャセイパシフィック航空のラウンジ、すべて紹介したいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験のある元 VD が私山本が旅の情報、フライトレビューなどをするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。7月19日から実はピアのファーストクラスラウンジが営業再開しております。今まで長い期間クローズしたんですけども、3年ぶりぐらいかな再開するということで、今回の動画ではピアのファーストビジネス、あとはウィングのファーストビジネス、もう一つデッキというラウンジ、合計5つ香港の空港の中にキャセイのラウンジありますので、完全版という形で今回お届けしたいなと思います。各ラウンジ特色があるのがキャセイのいいところじゃないかなと思います。キャセイのラウンジのいいところってファーストクラスラウンジも優遇しつつ、ビジネスクラスラウンジも優遇してるんですよね。どういう意味かというと、ピアのラウンジですとビジネスクラスラウンジにしかない施設があったりするんですよね。大体の航空会社のラウンジってビジネスクラスラウンジよりもファーストクラスラウンジの方が上で、ファーストクラスラウンジ内でビジネスクラスラウンジできることが完結しちゃうラウンジが多いんですよね。例えば日本航空のラウンジだとかもそれに該当するとは思うんですけれども、ただキャセイのラウンジに関してはビジネスクラスラウンジでないと体験できないことがあるんですよ。なのでそういった部分も踏まえて、キャセイのラウンジここがすごいんだぞというところを今回皆様方にお届けしたいなと思います。ピアのファーストマッサージ無料なんですよ。あとは仮眠室があったりだとか、ウィングのファーストクラスにはない施設が盛りだくさんなんですよね。なので自分の動画で紹介するのも久しぶりだね。もう本当に初期の頃ちょろっと紹介した部分があって、もう残念ながら削除しちゃったんですけども、それぶりかな。なので今回の動画見るとキャセイのラウンジこんな感じだよと、やっぱりファーストクラスラウンジすげえなと皆様に思っていただけると思いますので、ウィングのラウンジ行ったらカバナという大きいお風呂があったり、ザ・ヘイブンというオーダー式のレストランがあったり、もちろんピアにもオーダー式のレストランがありますので、今回はキャセイのラウンジをくまなく皆様方に紹介したいなと思います。それでは私今ピアのラウンジの近くにおりますので、この後7月19日に再開したばかりのラウンジ紹介したいと思います。到着いたしました、ピアファーストクラスラウンジ。わあ、本当にやってるのか。7月19日から営業再開しておりますので、今まではビジネスクラスラウンジの一角がファーストクラスラウンジの区画みたいな運用方法だったんですけども、これで完全に営業再開。マッサージできるかな。マッサージ無料だったり仮眠室があったりだとか、本当にウィングのラウンジと全然違った趣のラウンジなんですよ、ここは。なので香港の空港を使う方、ラウンジ使える方はね、ぜひねラウンジホッピングしてもらいたいんですよ。本当にいろんな種類のラウンジがあっておすすめです。それでは入室します。カーペットふかふかだったりだとか、まずは紹介しましょう、ライブラリーコーナーです。いろんな雑誌並びに新聞置いてるスペースかな。あーいいね、もう4年ぶりぐらいかなここ来るの。だからもう興奮してるわ。こんな感じの落ち着いた雰囲気のスペースになっております。この奥が確かバーコーナーだった気するんだよな。あですね、バーコーナーがあって、もうこの辺もソファーも一つ一つゆったりとしたソファーなので、くつろぐ分にはもう最高だよね。めちゃくちゃ幅広ソファーなので、いろんな形のソファーがここ置いてあって、次バーコーナー紹介しましょうか。バーコーナーももちろんシャンパンもあると思いますし、おすすめよ。こちらがファーストクラスラウンジのワインメニューになっております。シャンパンも2つあるのか、白ワインもフランスの2017年のもの、ニュージーランドの2018年、南アフリカの2018年、一番下は何だろう、これウェインウィレー、わからん、2016年。あとは赤ワインも4種類、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、スペイン。ポートワインは2011年もの。本当にいろんな種類の飲み物ありますし、お茶の種類も豊富なんですよ。これまた後ほど紹介しますけれども、ピアのビジネスクラスラウンジお茶がめちゃくちゃ種類豊富なのよ。あとは一般的なドリンクも多数ございまして、雰囲気こんな感じなんですよね。いやーいいよねこの雰囲気、さすがファーストクラスラウンジ。なのでお酒好きな方はもう間違いなく大満足ですよね。シャンパンも2種類、赤ワイン、白ワイン、それぞれ4種類ずつなので、バーコーナーの雰囲気はこんな感じでした。まだまだこのラウンジすごいですよ。反対側はダイニングコーナーになっております。ここは
パントリーコーナーになっておりますので、軽食が置かれております。まずはクッキーです。クッキーにチョコレート、あとはチーズ、カマンベールチーズ美味しそう。うわー、すんごい、このブルーチーズとか溶けてるっていうのかな、すごいね。リンゴ2種類にバナナに洋梨、ここにバターがあって、パン各種です。ハード系のパン揃っておりますし、あとはロールパンの中にハムとレタス入って美味しそう。ラップがあったり、サラミがあったり、これはタルトかな、タルト、あとはパイ、梨のタルトがあって、あとはドライフルーツにブドウ、ここら辺もすごい。あ、ケーキもすごいじゃんこれ。あとマカロンがあって、こっちもタルトがございます。生ハムもあったり、オリーブなどもあります。ウォーターサーバーがありまして、お茶っ葉がございます。でコーヒーマシーン、そしてこれビールのサーバーなんだけども、星崎のものだけど、これ何のビールかまではここに書いてません。あ、今ないのか。昔だったらここにドリンクずらーっといっぱい並んでたんですけども、今こっち側が使われておらず、全部こっち側。あ、懐かしい、このジュース、リンゴジュースにグレープフルーツジュース、懐かしいなこれ。で上、これベッティービールというキャセイのオリジナルのビール、アサヒスーパードライ、チンタオビール、カールスバーグ、香港ビール、しかもこれだけ瓶。あとはお水も、これ確かイタリアのお水なんですよね、イタリアのお水。あとはペリエがあったりだとか、野菜、ここら辺はグラノーラかな、おしゃれな入れ物だよね。これチョコレートケーキです。下の段はスモークサーモンがあったりだとか、これもイチゴか。で生ハムがあったり、ギリシャサラダで、下には炭酸水であったりコーラなどのドリンクございます。いや、これなんだよな、ここの2つがね、キャセイのピアノラウンジっていうイメージなんですよ、個人的に。本当にここの空間も、一部ドリンクはなくなってますけれども、変わらないね。まだまだ奥ありますよ、奥紹介いたします。本当にここの雰囲気がまた素晴らしいですよね。なのでこれも冒頭でから何度も言ってますが、各ラウンジで趣が違うっていうところがいいですよね。でここはビジネスコーナーかな、パソコンが置いてあったりしますので、もちろんこのパソコン使ってインターネットするっていうこともできますし、ご自身のパソコンをここで使うのも良さそうです。こういったブースが6カ所ございます。でまだまだまだありまして、こっちがお手洗いなんですけれども、反対側がシャワーであったりマッサージ、あとはこのデイスイーツっていうのが仮眠ブースになっておりますので、最初にもマッサージ行ってみますか。いつもピアノラウンジ来ると、このマッサージものすごく皆さん受けるので待ちが長いんですけど、今日はそんなラウンジ混んでなさそうなので、サクッと行けそうな気がします。よし、切りましょうか。 Also, I'd like to take a massage now. How many people waiting now?10:30. What time? 8:10. 12. I'm sorry, 10:30 next. Yes. Ah, okay. I'm waiting. So, can you have your boarding card? Sure. So, my flight is tomorrow morning. Okay. Yes. 今9時48分なんですけども、約40分待ちです。15分のマッサージ無料で受けることができます。フットマッサージもしくはネック、ショルダー、あとは目のマッサージも受けることができます。どうすっかな、フットマッサージですか。そう、フットマッサージプレイス。さて、ここが仮眠ブースになってるんですよ。ここ何がいいかって、カーテンがあるんですよ。なんでカーテンがあることによって、こんな感じです。プライバシー性完璧。ちょうど今窓の外にエミレーツのエアバス380とか駐機してるので、ここから飛行機を眺めるということももちろんできますし、今ちょうどあれはキャセイの機材ですね、キャセイのエアバス350が通過していってる最中です。なので乗り継ぎ待ちが長くても完璧ですし、今回は出発の何時間前だろうな、大体夕方の5時ぐらいに空港着いたんですけれども、これだけ長かったとしても、この後ウィングのファーストクラスラウンジも紹介しますけれども、各ラウンジごとに趣が違うので全然苦じゃないんですよね。なので今度本当に24時間目いっぱい滞在してやろう。今回ちょっといろいろと
香港の街中でスマホを買い替えたりだとか修理したりだとかちょっと時間かかっちゃったので到着が夕方の5時ぐらいになっちゃったんですけども、今度はもっと早い時間に目いっぱい使い倒したいと思います。こんな感じの仮眠室が 1,2,3,4,5,6,7,8 くらいかなあります。今日はお客さんが少なかったのでこんな感じで使えてますけれども、だいたいここもお客さんでいっぱいで待ちの時間が長いようなイメージがあります。本当にここ快適なのでおすすめです。このエリアシャワー室になっております。仮眠ブースの手前にございます。こんな感じです。広々と使うことができます。どうでしょうか。あとはもちろんアメニティ関係もしっかり揃っておりますし、ドライヤーも完璧にございます。シャワー室結構ブースなんじゃないかな、13室かなありますので、ウイングのラウンジにはカバナと呼ばれる浴槽が5部屋設置して、シャワーブースも10部屋以上あると思うんですけども、ピアノファーストクラスラウンジも13室ございますので、そこまで待たずにシャワーをサクッと浴びることができるのではないでしょうか。シャワーブースも本当に素晴らしい。こちらがピアファーストクラスのシャワーブースになっております。続きましてダイニングルーム紹介します。ファーストクラスラウンジですので基本的に食事はもうほぼレストランと同じです。オーダーして注文する形なのでビュッフェ方式も一部ありますけども、ほとんどはもうここで済ませる形になります。ダイニングコーナーにもバーカウンターございます。赤ワイン白ワイン4種類ずつございます。もちろんシャンパンも2種類ございます。基本的なドリンクは先ほど紹介したバーコーナーと同じではあるんですけれども、もういろんな種類のアルコールありますので、アルコール好きな方にはマジでここたまらないと思います。本当に素晴らしいラウンジ。壁側にもいろんな種類のお酒ありますよ。こんなアルコール揃えてるラウンジあんまりないんじゃないですか。もう数えられないぐらいものすごい種類のお酒があって、しかもこれ全部違う種類ですよね。同じ種類のは置いてないと思いますので、マジですごいわ。あとは本格的なコーヒーマシンもありますので、僕のようにアルコール飲まないんだよなっていう方も満足できるのではないでしょうか。本当に素晴らしい空間。テーブル数もかなり多いので、ここに関してはそんないっぱいになることはないんですけれども、いろんな美味しいメニューを無料でいただくことができます。この後は今日いただける食べ物、どんなものがあるか紹介します。食べ物並びに飲み物のメニュー紹介いたします。基本的に飲み物に関しては先ほど紹介したバーコーナーと物は同じになります。なので食事と一緒に楽しみたいよって方はここである程度お酒、先ほども紹介しましたがものすごい種類のお酒取り揃えておりますので、お酒と一緒に美味しい食事たまらないよね。飲み物に関しては今回割愛させていただきます。食べ物のメニューです。基本的には月替わりになりますので、今紹介するのは2023年の7月のジュライのメニューになります。なので1ヶ月おきにこのラウンジ利用するたんびに、今月メニューなんだろうなというような楽しみが増えますよね。もちろん毎月提供されているメニューもありますので、後ほど紹介しましょう。あとはこっち朝食メニューもありますので、まずはメインのメニュー紹介します。スターターでいろんなものございます。スープがあったりだとか、卵のマリネがあったりだとか、あとはエビだとか、ナスのこれが何て読むんでしょうか、すみません、そんな英語できなくはないですけども、違うな、英語できないわけじゃないですけども、そんなにできるわけでもないので申し訳ないです。あとはサラダがあったりだとか、メインもラビオリ、これがポークとポーチドエッグ、あとライス、お米ですね。で他には南インドのフィッシュカレーがあったり、おいいじゃないですか、チキンテリヤキ、しかも味噌汁付き、あとは牛肉があったりだとか、ベジタリアン向けのメニューがあったり、そして見てください、和牛ビーフチーズバーガー。なので私今回これ頼みました。本当に美味しそうですよね。でここのメニューに関しては毎月あります。もうキャセイもおすすめしてる、もうキャセイと言ったらこれみたいな感じで、ワンタン麺とタンタン麺です。担々麺は羽田のラウンジなど他の国のキャセイのラウンジももちろん食べることができるんですけども、担々麺はもうマジで美味しいんですよ。なので個人的にはキャセイの担々麺が日本で専門店出したら絶対行きます。それぐらい美味しい担々麺になります。今日はもう夜遅いので食べません。明日の朝もしお腹に余裕あったら担々麺食べたいなと思います。あとはチーズもセレクションオブチーズということで、先ほどもパティスリーコーナーにありましたけれども、いろんな種類のチーズ取り揃えております。あとフルーツとデザートです。シーズナルフルーツプレートということで、先ほどスタッフの方に聞いたら今日は
メロンにブドウにオレンジにグレープフルーツだったかな、もう本当にシーズンの美味しい果物を揃えておりますね。今回は私メロンだけ注文させていただきました。ウォルナッツのタルトがあったりとか、他にもこのチョコレートとヘーゼルナッツのケーキがおすすめだよとスタッフの方おっしゃったので、今回こちらも食べます。あとはライチとジンジャーのパンナコッタであったり、アイスクリームバニラ、チョコレートチップ、メープルウォルナッツ、レモンソルベ、これがございます。めちゃくちゃ美味しそうですよね。皆さんなら何食べますか？今回私は和牛ビーフチーズバーガーにしたんですけども、こんなのレストランで食べたらもうすんごい値段するよ。でしかもファーストラウンジなのでシャンパンもありますので、これだけで1万円超えは全然いきますよね。続きまして朝食メニュー紹介いたします。朝食メニューも同じく1ヶ月ごとにメニューが変わります。本当に種類豊富ですよね。あ、エビのシューマイのこれ中華セット、あとは洋食のセットがあったりだとか、もういろんな種類あるんですよ。たまらないよね。もちろん洋食も美味しいし、中華料理も美味しいし、何食べていいか分かんないよ。フルーツもございますし、おかゆであったり、アボカドのスマッシュ、スマッシュって何だろうな、あります。スーパーフードブレックファーストボールなので、キヌアだとか、本当にもういわゆるスーパーフードと呼ばれているものがいっぱい入ったサラダボールがあったりだとか、スクランブルエッグがあったりだとか、お、いいじゃないですか。ベルギーワッフルもありますし、めちゃくちゃ美味しそう。ポーチドエッグもあるのか、最高じゃないですか。もちろん朝からワンタン麺、タンタン麺食べることができます。あとはオリジナルのドリンクありますし、そう、オリジナルドリンクで思い出した、キャセイのオリジナルのベッティービールというビールがございますので、これですね、ベッティービール、ビール好きな方一度試してみてください。あいにく私ビール飲めない人間なので、この味を皆様方にお届けできないのは残念ではあるんですけども、ご覧いただいている通り本当に種類豊富な食べ物たくさんありますので、もう大満足間違いなしですよね。今回は和牛のビーフチーズバーガー頼みましたので、この到着を今か今かと待ってたいと思います。すげー、今ハンバーガーが到着するんですけども、これはすごいわ。 That's only half price. Sure, thank you. 到着いたしました。ハンバーガーめちゃくちゃうまそうなんだけども、これあとはケーキがあったり、アイスクリーム、スイカ、いやこれはたまらなくうまいよ。もう食べる前からわかる、これは絶対に美味しいです。いただきます。これはもうワクワクが止まらない。もう変な動きしすいませんね、ちょっと興奮してます。まずポテトからいきましょうか。ポテト最高の塩加減だわこれ。あ、ポテト美味しいな。フライドポテトに外れなんかないよね。芋だけでも十分美味しいです。それでは早速いきましょうか。うわーすげー、見てよこれ、チーズがタラーンと、この厚さ、自分の手と比較するとこんな感じで、僕の手大きい方なんですけども、すごいよねこれ。和牛のビーフパテもかなり厚いのよ。レタスがあったりトマトなどなど入っております。めちゃくちゃうまそう。匂いは、これは本物だよ、和牛ビーフチーズバーガーですからね。さすが和牛だわ、これは美味しいです。もうこのままかぶりつきます。いきます。あー、もう言うまでもない、めちゃくちゃうまい。パテも美味しいし、バンズも美味しいし、トマトもレタスも野菜もシャキシャキ、チーズもいい感じで、もう全員が主役。これは美味しいよ。うまいね、こんな美味しいと思わなかったわ。このハンバーガーを食べに今月また来てもいいかなっていうぐらい、それぐらい美味しいわ。あいにく私の胃袋の容量には限界があるので、今日は1個で収めておきたいなと思うんですけども、こんな美味しいハンバーガー食べられるんだったら、今回フライト明日の朝の7時台なんですけども、前日の朝7時台からここに来て食べるのも全然ありだわ。これはうまいわ、こんな美味しいと思わなかったわ。食べかけの断面で申し訳ないんですけども、お肉のジューシーさはもちろん、ハンバーグパテもかなり分厚いので食べ応えも十分、味付けも最高。こ
これはうまいわ、本当に感動してます自分は。続きましてチョコレートケーキ食べてみましょうか。ヘーゼルナッツのチョコレートケーキになっております。どっちかというとチョコレートタルトかな、これは。あ、これはいいんじゃないですか。このタルト陣もめちゃくちゃ美味しそうなんですけど、あ、すごい、ヘーゼルナッツが上にまぶさっているので、このナッツの食感も楽しめますし、このチョコレートムースのチョコの食感が少しね、ジャリジャリしたような感じなので、すごく面白い食感ですよ。ヘーゼルナッツのカリッとした食感に、チョコレートムースのシャリシャリとした食感、あるいはタルト時のサクサクとした食感、3種類の食感を楽しむこともできますし、甘さも控えめです。甘党の自分でもちょうどいい甘さに仕上がっているので、これは相当美味しいよ。あとはアイスもモーベンピックのアイスクリームということで、このアイスも、あ、絶対美味しいやつじゃん。これね、食感がすごくいいの。軽い食感でふわっとした口当たりなんですよね。なので空気を食べてるような食感のアイスクリーム、これは美味しいわ。いや、本当に美味しい食事でびっくりだわ。これ食べ終わった頃あたり、マッサージ準備できてると思いますので、これ食べた後待望のマッサージ、もうこれマッサージがなんか変な動きですよねマッサージ次楽しみたいと思います。本当に食事美味しいのでおすすめです。ごちそうさまでした。ハンバーガーマジでうまかったわ。肉汁すんごかったわ。そしてマッサージの時間になりましたので、この後は15分間だけにはなるんですけども、マッサージしていきます。けむくじゃらな足で大変申し訳ないんですけども、15分のフットマッサージ今受けております。これは本当にものすごく気持ちがいいです。至福の15分これから過ごしたいと思います。15分の至福のひとときが終わりました。めちゃくちゃ気持ちよかった。これが無料で受けることできまして、あとはこのマッサージブースの中めちゃくちゃいい匂いするのよ。でここにディフューザーがありますので、ここから出てくるとは思うんですけども、本当にいい匂いで、この贅沢な空間でマッサージ最高だったな。おすすめです。今回使ったマッサージオイルも含めて全て日本のものになっております。ごめんなさい、初めて知ったブランドではあるんですけども、東京って書いてる通り日本のブランドでした。本当にいい匂いに包まれてマッサージを受けることできましたので、これはもう最高の中の最高でした。本当にありがとうございます。マッサージ一つだけ注意点、営業時間が7時から夜11時までということで、ラウンジ自体は朝5時半から12時半までここはやってるんですけれども、そこの部分ちょっとだけ時間差がありますので、この点お気をつけください。特に注意していただきたい方は、例えば日本航空利用時でJGC プレミアだったりダイヤモンド、ワンワールドエメラルドステータス持ってて、受託で荷物があると3時間前から基本的なチェックインスタート時間じゃないですか。なのでチェックイン始まってすぐ行ったとして、ここ来て予約いっぱいです、これ普通にありえるんですよね。なのでもしそうなったら大変申し訳ないんですけども、また次回っていう風になりかねませんので、もし受託で荷物がなければ日本航空もオンラインのモバイル搭乗券等々で制限エリアの中出発24時間前から入ることできますので、もちろんキャセイであれば朝の便だろうが夜の便だろうが朝の段階で受託で荷物あってもチェックインすることができますので、早めに来て早めに予約しましょう。至福の15分本当にありがとうございました。それでは次はピアのビジネスクラスラウンジ紹介したいと思います。ピアのビジネスクラスラウンジ行く前に、キャセイの成田行き、あとは大阪関西空港行き深夜便出てるんですけれども、このラウンジ12時半までの営業になっておりますので、ウィングのファーストクラスラウンジであれば基本的には最終便の時間まで営業しております。今日の最終便ニューヨーク行きが2時にありますので、おそらくこの時間帯まで営業しているのではないでしょうか。この点お気をつけください。それではファーストクラスラウンジ後にします。ピアのファーストクラスラウンジは場所でいうと63番ゲートと65番ゲートの間にありまして、65番ゲートの奥にビジネスクラスラウンジありますので、次はそちらを紹介します。続きましてピアのビジネスクラスラウンジ紹介します。先ほどもお話ししましたが、キャセイのラウンジ、特にピアのラウンジに関してはファーストクラスにはない特徴もあったりするんですよね。なのでここを徹底的に今回皆様方に紹介したいと思います。さて入室しました。ここもここでいい匂いなんですよね。まずはこの奥の区画紹介します。
ピアのファーストクラスラウンジがオープンする前まではここから先の区画に関してはファーストクラスラウンジ使える方限定の区画だったんですけども、今はもうピアノファーストオープンしておりますので、それが取っ払われております。ここにちょうどあったんですよね。それが今なくなっております。この奥にはなんとヨガブースがあるんですよ。これファーストクラスラウンジございません。なのでヨガを、しかもこれ座りながらできたりとか、こんな感じで寝転びながらヨガできたりとか、そういうスペースがあるんですよね。これもストレッチの案内が壁際に書いてたりだとか、もうヨガっぽいね。全く私ヨガの知識はないんですけども、このヨガをする、違う、瞑想か、瞑想をする場所になってるんですよね。あとはこっちはオーディオの瞑想、ああ聞きながら行う瞑想ということで、ヘッドホンが置かれてるんですよね。こんなブース初めてですよ。全世界中のラウンジでこんなヨガブースあるラウンジはなかなかないんじゃないでしょうか。こんな場所もあったりだとか、本当にピアノラウンジも特徴的なので、今回はそれらを紹介します。食べ物を紹介します。ここにはクッキー3種類置かれております。どのクッキーも美味しそう。昔はここにアイスクリームあったような記憶がうっすらあるんですけどね。裏側にはもうすんごいごっついコーヒーマシンがあります。そしてここのエリアはダイニングコーナーになっておりまして、いろんな食べ物あるんですけれども、12時ぐらいをめどに料理撤去されてしまいます。なので先ほどもお伝えした通り、大阪関西空港行き、東京成田空港行きのキャセイの深夜便乗る方は気をつけてください。夜中の1時台出発なので、それに合わせてギリギリにラウンジ来ようと思っても食べ物ありつけませんので、本当に気をつけてください。ティラミスがあったりだとか、サラダもありますし、いろんな食べ物、チーズ、ハム、奥には見てください、生ハムドンとあったりだとか、チーズもドンであったりだとか、本当にこれビジネスクラスラウンジなんですけども、めちゃくちゃ美味しいし、こうそう、ピザが美味しいのよ、ここ。ファーストクラスラウンジはこのピザ食べられません。ビジネスクラスラウンジ限定なんですよね。これ珍しいですよね。大体そのビジネスにはなくてファーストラウンジにはあるっていうのはいっぱいあるじゃないですか。例えば日本航空だとお寿司のサービスだとか、ただここは逆なんですよね。ファーストにはなくてビジネスにある、それがピザ。しかも正面のピザ窯で焼いてるので、もう焼きたてほやほや、めちゃくちゃ美味しいですよ。他にもいろんな種類の、これなんだろう、これ椎茸かな、あとグラタンがあったりミートボールがあったり、ラザニアじゃない、これめちゃくちゃうまそうなんですけども、はあ、もうさっきハンバーガー食べたばかりですけども、ここでもちょっと食べちゃおうかな。スープが2種類です。ミネストローネと野菜のスープ、あとはフォカッチャ、パンなどもあります。本当に美味しそうですよね。ドリンクもここございます。コーヒーマシンが2つあって、お茶っ葉があって、ウォーターサーバー、あとはこれが赤ワインかな、トスカーナ地方のワインではないかな、イタリアン、あとカンパリがあったり、これも白ワインです。イタリアの白ワイン、これはスパークリングワインかな、うん、ですね、スパークリングワインがあったりだとか、あとは牛乳、オレンジジュース、リンゴジュース、この中にはいろんな種類のドリンク入っておりますし、炭酸水もあります。ビールもちゃんとあります。イタリアのビールじゃないでしょうか。あとはカールスバーグ、スーパードライ、キャセイオリジナルのベッティビールございます。でまだまだ実はこの奥に食べ物ある場所があるんですよね。でもちろんそれが何かというと、キャセイのラウンジではおなじみのヌードルバー、ここは本当におすすめです。あとピアのビジネスクラスラウンジにしかないティーハウス、ここもおすすめです。続きましてバーコーナーに来てみました。バーコーナーでもちゃんとシャンパン提供されております。もちろんファーストクラスラウンジに比べると少し劣ってしまいますけども、もちろんビジネスクラスラウンジでもシャンパン出てくるところってあんまりないので、この部分お酒好きな方たまらなくいいんじゃないでしょうか。ワインも3種類ずつあります。ファーストラウンジは4つずつあったんですけど、ビジネスクラスは3つずつになっております。他にもいろんな種類のアルコールございますので、お酒好きな方でも絶対満足できるのではないでしょうか。この奥にいろんなお酒並んでおります。もちろんファーストクラスラウンジの方が種類は多いんですけども、ビジネスクラスラウンジもこんだけ種類あるんですよ。なので本当にお酒好きな方にはビジネスクラスラウンジもファーストクラスラウンジもどっちも僕はおすすめします。キャセイといえば、そうです、ヌードルバー。ここにはヌードルバーの中でもいろんな種類、例えばこれ天使もあるんですよね。シューマイがあったり、餃子があったり、おまんじゅうがあったり、あとはヌードルです、ワンタン麺だったり、タンタン麺などあります。タンタン麺はこれもうマストで食べてほしい。本当に美味しいんですよ、タンタン麺、キャセイの。
他にもベジタブルラーメンがあったり、バーベキューポークライス、ご飯メニューもあるんですよね。なので本当に美味しい担々麺をね、これも皆さんに食べてほしいんだよな。ヌードルバーのところにもドリンクありまして、ビールは先ほどと同じカールスバーグに朝日のスーパードライベッティービール、あとはこっちになるとチンタオビールも置いてます。炭酸水もありますし、各種ソフトドリンクも豊富に揃っております。下の方行くと牛乳、フレーバーウォーター、オレンジジュース、リンゴジュース、ウォーターサーバーがあって、あと食べ物の一部ビュッフェ形式でございます。スープがあって、あと焼きそばがあって、天津コーナー、おまんじゅう、肉まんかな、ございます。あとはもう芽キャベツの炒め物っていうのかな、で野菜の蒸した炒め物もあります。お茶っ葉があって、コーヒーサーバーもございます。続きまして、ピアノビジネスクラスラウンジにしかないコーナー、そうです、ティーハウスということで、ここはもうお茶の専門ブースです。いろんなお茶あるんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10種類もありますし、あとはお茶菓子、クッキーだとかエッグタルト、パフなどなどあるんですけども、本当にここお茶の種類が豊富で、雰囲気もちょっと暗めに照明設定されてるんですよね。なのですんごくいい感じの雰囲気です。お茶もいろんな種類あるので、お茶好きの方にはたまらない、これがピアノビジネスにしかないコーナーになっておりますので、本当におすすめです。どうでしょうか、この雰囲気最高ですよね。こちらがメニューになっております。いろんな種類のメニューあるんだけども、今日煎茶もらおうかな。あんまり普段はお茶飲むような人間じゃないんですけども、なんだか今日はお茶の気分、煎茶いただきたいと思います。お茶到着しました。なかなかな量あるな。あ、重っ。これは一人で飲み切れるっていう量じゃないわ。500ミリ以上あるんじゃないかな。この陶器の容器もかなり重いと思うので、結構ずっしりくるわ。それではお茶いただきます。いかがでしょうか。なかなかいい色じゃないですか。ほら、美味しそうです。いただきましょう。いただきます。安らぐわ。続きまして、シャワーコーナーです。シャワーコーナーもお部屋の数かなり多いんですけども、ただビジネスラウンジなので使える方が多い分、多少待ち時間があるかもしれません。シャワーブースこんな感じです。全部で13部屋ございまして、ファーストクラスラウンジに比べるとちょっとだけ狭くなっております。まだ十分な広さありますし、ここに荷物とか置けますので、トイレもちゃんと完備しておりますし、全然問題ない広さかなと思います。こちらがビジネスクラスラウンジ、ピアノシャワーブースになっております。一番奥のブース、仮眠ブースございます。ピアノファーストラウンジに関してはカーテンで区切られてたんですけども、ここに関してはオープンブースになっております。これシングルベッドタイプになりまして、ダブルベッドタイプもございます。ここがダブルベッドタイプになっておりますので、ご夫婦、あとはカップル、ここいいですよね。あとはここは2つだけですね。他はシングルタイプになっておりますので、こんな感じのベッドが1,2,3も10台以上ですね。10台以上あります。再びヌードルバーのブースに戻ってきました。座席こんな感じです。日本の羽田空港のキャセイのラウンジもこんな感じの雰囲気なんですよね。あとはテーブル席もあったりだとか、カウンターの座席もあったりしますので、ここ本当にもう担々麺でもう皆さんに食べてもらいたいんですよ。めちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。座席もこんな感じでゆったりしてるソファーもありますので、ここがファーストクラスラウンジだって言っても全然違和感ないぐらい、本当に豪華で贅沢な作りになっているのがピアノビジネスクラスラウンジです。このラウンジではピザとラザニアだけ持ってきました。めちゃくちゃうまそうなんですけども、ラザニアも 1,2,3,4 層になってるわ。これは美味しいでしょ。ラザニア、いきますよ。いただきます。めちゃくちゃうめえよ。生地の食感はもちろん、ミートソースがものすごく美味しいのよ。ビジネスクラスラウンジでこれだけのものを食べられるんですよ。すごくないですか。そしてピザ、しかも焼きたて。いただきます。あ、うまい。素材そのものの味がやっぱりいい素材使ってるんでしょうね。チーズのコクが。一つリクエストするなら、もう少しバジル効かせたりとかトマトソースかかってれば最高だったんですけども、なのでこういった食事が無料で味わえますし、ウィングのラウンジ、あとはブリッジのラウンジ、キャセイパシフィック航空あるんですけども、
そこでは食べられないんですよ、このピザに関しては。あと朝食べられません、朝食の時間帯は、うん、自分が無尽蔵の胃袋を持っていればピザもっと食べたと思うんですけども、11時半なのでね、こういうの食べると明日の朝もう胃がもたれて、これ昔からですよね、若い時から10代の時からあんまり夜遅い時間食べたくない人間だったので、今日はもう撮影のために頑張って食べてるんですけども、本当に美味しいピザいつもありがとうございます。気をつけていただきたいんですけれども、ヌードルバー並びにティーハウス営業時間若干違います。オープンはラウンジ自体は5時半なんですけども、ヌードルバーは6時から12時までです。ラウンジの営業時間は12時30分までですので、ヌードルバー使いたいよって方は早めに利用しましょう。特にキャセイの大阪並びに成田行きの深夜便、成田行きが1時20分、大阪行きが1時50分出発なんですけども、その深夜便乗る方ヌードルバー気をつけください。12時までになっております。なので本当に気をつけないと、うわ食べたかったのに食べれへんっていう風になりかねません。ティーハウスも営業時間が若干違います。オープンは5時半からなのでラウンジの営業ともにやってるんですけども、閉まる時間が0時になっておりますので、ラウンジが12時半まで30分早く終わってしまいます。先ほどのヌードルバーと同じで、大阪関西空港行き、東京成田空港行きの深夜便乗る方は気をつけてください。ちなみにバーコーナーの営業時間6時から12時半です。なのでオープンがラウンジ5時半なので、少しだけもしオープンから利用される方は待つ必要ありますので、この点お気をつけください。続きまして、ウィングのファーストクラスラウンジ着きました。ここめちゃくちゃいいラウンジなんですよ。早速ですが入りましょうか。ここのエントランスがもう神々しいですよね。行ってきます。ラウンジの中入りました。本当にもう一つ一つのソファーが豪華ですよね。あとここにシャンパン置かれてるんですけども、夜の時間帯撤去されてしまいます。今ちょうど片付けてる最中なんですけども、シャンパンがここにあるんですけども、2種類ですね。2種類のシャンパンが提供されております。あとはやはりファーストクラスラウンジということもありますので、使える方が本当に限られているので、先ほどピアノビジネスクラスおりましたが、ピアノビジネスクラスラウンジなかなか人いたんですけども、ここは今はあんまり人いないですね。もう夜12日回っておりますので、便もだいぶ少なくなってきております。本当にここのラウンジ、あとね、こう見てほしいのが、これ開放感すごくないですか。天井がめちゃくちゃ高いんですよ。なんでピアノラウンジとはもうまるでコンセプトも含めて全然違うのがウィングのファーストクラスラウンジになっております。続きましてバーコーナーあります。飲み物を紹介します。ここに書いてる飲み物はピアノファーストクラスラウンジと同じものになっております。そしてバーカウンター奥お酒並んでるんですけど、この感じだとピアの方が多いんじゃないかなっていう気はするんですけども、おそらく同じですよね。So, alcohol menu is same to Pia first class lunch. なのでスタッフの方もおっしゃってましたが、ピアのランチとやはり同じものということでした。本当にもうね、シャンパンもそうだし、ワインもそれぞれ4種類ずつあるんですよ、赤白。なのでワインもそれぞれ味がやはり違うじゃないですか。辛口があったり甘口があったりですよね。違ったらごめんなさい。なので、ね、お酒の違い、そういったのも楽しめるのがこのラウンジの特徴です。でここにトイレがあって、トイレもめちゃくちゃ綺麗ですからね。この奥がダイニングコーナーになっております。左側がダイニングのザ・ヘイブンございます。これまた後ほど紹介します。ここもなかなか素晴らしいですよ。続きまして料理紹介いたします。まずはパスタです。マッシュルーム入ってました。お魚、サーモンかな、ジャガイモとラタトゥーユかな、ボンレスチキン、骨出しのチキンでフランススタイルって書いてますね。これも美味しそう。そしてここら辺サラダコーナーです。いろんな野菜、あとはフルーツございます。あとフムスもあったり、オペラケーキもあります。でここに本来は果物であったり、あとは一口サイズのケーキがあるんですけども、今ご覧いただいている通り今こんな感じでなくなってます。こちらがパンコーナーです。パンじゃないな、クリスプブレッドコーナーになっておりました。そしてここがドリンク、あ、これね、確かイタリアのドリンク、水でしたっけこれ。あーですね、トスカニーではない、多分トスカーナ地方の店じゃないかな。あと炭酸水があったりだとか、コーラ、スプライト、コーラゼロで、チンタオビールがあって、これがキャセイのオリジナルのベッティービールというものなんですよ。これなんだか美味しいらしいです。僕はごめんなさい、ビール飲まないので分かんないんですけども、これ美味しいっていうのよく聞きます。あとフレーバーウォーターがありまして、各種ワインございます。ちなみにアルコールはバーカウンターで頼んだ方が、専門のスタッフが作って出してくださいますので、そっちの方が間違いないかもね。でこれシャンパン、いろんなお酒があります。もちろんバーカウンターでも頼むことできます。
そしてここにあるのは果物、オレンジ、リンゴ、赤リンゴ、青リンゴ、バナナ。この後はレストラン紹介します。ザ・ヘイブンです。食べ物メニュー紹介します。初めて知ったんですけども、レイトナイトメニューということで、10時半以降は頼めるメニューが絞られてるみたいなんですよ。まずはミネストレーノスープ、チーズだとか、これがロメインハートヨーグルトドレッシング、要するに野菜ですよね。あとフルーツカクテルとアイスクリーム。でこっち見るとニューローメンがあったりだとか、肉まんがあったりだとか。これ初めて知ったわ。今までは遅い時間帯でも通常メニューだと思いますので、通常メニューも紹介しますね。こちら通常メニューなんですけども、実はピアのファーストクラスラウンジのレストランとメニューが違うんですよ。今回私ピアのファーストクラスラウンジで和牛チーズバーガー食べたんですけども、それこっちないんですよね。なので一部の商品といいますか結構違うので、もし時間に余裕ある方はこれ2カ所行った方がいいです。てっきり私はピアのファーストもウィングのファーストもメニュー同じだと思ったんですけども、違うんですよね。例えばスープ、あスープもこれ1つか、スープ1つですね。ダブルボイルドポーク、すごいね。あとはもう香港スタイルの牛肉麺、ニューロー麺かな、だったりだとか、トラディショナルスイート&サワーポーク、酢豚か、酢豚があって、しかもちゃんとパイナップルも入ってる。チキンあったりだとか、クリスピーチキンバーガーに変わってますね。向こうは和牛ビーフチーズバーガーなので、向こうの方が絶対いいよね。他にもこちらがベジタリアン向けのメニューです。あとはお米があったりだとか、こっちにももちろんワンタン麺やタンタン麺あります。これだけタンタン麺ワンタン麺をしてるっていうことはどういうことか分かりますよね。そうなんですよ、めちゃくちゃ美味しいんですよね。他にもビュッフェコーナーあります。おそらく今の時間帯はもう撤去されていると思いますので、翌朝紹介します。ちなみに朝食メニューもついにご紹介しましょうか。朝食メニューがここに記載している通りです。中華セット、洋食セット、あとはあこっちも若干違いますね。先ほどピアノファーストの朝食メニュー紹介したんですけども、若干異なってますわ。なのでこんな感じのメニューになっております。ベルギーワッフルは向こうにもありました。ビュッフェコーナーもちょこっとありますね。で朝から担々麺、ワンタン麺食べることもできます。そしてこちらがドリンクメニューです。ドリンクメニューに関してはピアノファーストと全く同じメニューになっております。そして今の時間はこれらの食事提供されてるんですけども、ちょっと僕も食べ過ぎちゃったので、この時間は食べるの控えたいと思います。再開してるよ。前回来た時もここもマジで何もなかったんですよね。食器がちょっと置いてるぐらいで、ここ昔こんな感じでいろんな食べ物置いたんですよ。これフルーツコーナー、あとはブドウにドライフルーツ、ナッツ、オレンジ、バナナ、リンゴ、バゲットがあって、チーズがあって、チーズもカマンベールチーズ美味しそうだね。これあとこれ何、このチーズ初めて見た、すごいねこのチーズ。あとはパンもあって、これはチーズケーキかなですね、ニューヨークチーズケーキ。これがマンゴープリンで、これがレモンとポッピーシードってなんだろう、ポッピーってなんだの種のケーキ、ごめんなさい分かりませんでした。でドリンク、お水、炭酸水、トマトジュース、オレンジジュース、リンゴジュース。でここに野菜炒めがあって、卵チャーハン、これがなんだ、貝が入ってる。ここにメニューがあるんだけども、どれだ、シーフードチョッピーの水なんちゃらかんちゃら、多分これがカレーかな、バターチキンですね。これでスープがポテトスープ、粉チーズ、ベーコンピッツ、クルトンがあって、生ハム、わいいで、スモークサーモン、ドレッシング、サラダ、フルーツ。5月31日にこれが再開したばかりみたいです。こちら飲み物のリストなんですけれども、ここにあるものは先ほどバーカウンターで紹介したものと全く同じものになっております。シャンパンもありますので、本当にファーストクラスラウンジらしい豪華なドリンクがあるのではないでしょうか。いろんな種類のドリンクがあります。あとはもうキャセイディライト、これキャセイのオリジナルのカクテルなんですけども、こういったのもあります。そしてメニューです。基本的には1ヶ月ごとにメニュー変わります。今は6月なので6月のメニューです。ダブルボイルドポーク&ジンセンスープ、こちらがスープです。メインが香港スタイルの、わーこれも美味しそうだよね、ビーフライスヌードル、米粉のやつか、トラディショナルスイート&サワーポーク、チームズチキンインロータスリーフ、発音悪くてごめんなさいね。ちゃんとやればできるんですけども、妥協した今こんな適当な発音になっております。クリスピーチキンバーガー、あとはこれベジタリアン向けのメニュー、
グリル野菜、サラダ、他にサイドでお米あって、ワンタン麺と担々麺、これがね美味しいのよ。少なめで頼んでおりまして、手前が香港スタイルの米粉の麺、左側がスチームチキンです。右側がトラディショナルスイート&サワーポークです。まずは米粉の麺、絶対もちもちして美味しいと思うんだよな。お肉も入ってますし、あともやし、あとはさやいんげんかな、玉ねぎも入ってますね。いただきます。焼きそばなんですよ、米粉の麺を使って焼きそばで、ソース味ですし全然癖がないから日本人でも食べやすい。ニラも入ってるのね。これうまいな。もっとお腹空いてる時だったらこの2倍以上は食べてやりたいなと思ったんだけど、今日はさすがに無理だな、これぐらいにしておきます。焼きそばだわ、完全に焼きそば日本の。だけども麺が米粉の麺なのでもちもちしてるんですよ。食感を楽しむことができそうですね。続きましてスイート&スパイシーポーク、これスイートスパイシーポーク、どっちだ、酢豚みたいな感じかな。酢豚です、これはうまい。酢豚の豚肉に衣付きで素揚げするじゃないですか。今回の酢豚もそのやり方なんですよね。なのでサクサク、そしてジューシー、あとは甘酸っぱいこのあんがまたいいよね。これはうまいわ。なのでこれ別途ご飯あるんですけど、今日はもうご飯終わったら無理なんですけども、ご飯あったらこれ米バクバク進むよ。この酢豚はマジでうまいね。続きましてスチームチキン、キクラゲにスチームチキン、これもお肉の肉汁すごく出てるので絶対美味しいじゃん。爽やかな味、全然くどくない。鶏ももなんですよ、鶏ももならではのジューシーさも残ってるし、さっぱり食べられる味。これチリソースついてるので、これチリソース食べても美味しいんじゃないかな。今回は全部当たり、一番は酢豚かな。酢豚マジでうまい。この米粉の焼きそばもね捨てがたいし、チキンも捨てがたいんだよな。担々麺もワンタン麺もキャスイのラウンジ美味しいんですけども、ここのザ・ヘイブン見たらマジで毎回悩むのよ。それプラスビュッフェメニューが5月31日から再開してるということもありますので、これはもう戻ってきてかなり満足度上がってきてますよね。ごちそうさまでした。雰囲気もいいですよね、レストランのような雰囲気で、しかもビュッフェメニューも再開してる。完璧だよここは。ラウンジ内で声かけられちゃった視聴者の方です、こんばんは。久しぶり、久しぶりですか香港は。香港はそうですね、久しぶりですね。この間バリ島行ったのが2月だったんです。ああそうなんですね、はい、キャセイで。キャセイで、おお、ね、いいですねソウル発見するとキャセイのビジネスめちゃくちゃ安いですよ。今月もね、はい、9月、シンガポール行く、うん、あのスカイスキャナーじゃなくてエアトリで14万ど大阪発ですか、うん、あ大阪発だったら安いですね。大阪発で、うんうんうん、あそれはいいですね。14万で使った。ソウルだともっと安いです、実は11万ぐらいです。ソウルはいそうなんですよね。じゃあカバナ楽しんできてください。はい、ありがとうございました。というわけで視聴者の方がいたよっていう話でした。トイレに来てみたんだけども、トイレがめちゃくちゃおしゃれなのよ。ほら近未来感ありますよね。すべて個室のトイレ、もちろんショーの方はありますけども、個室のトイレもシームレスな感じがするので超おしゃれだよね。さすがファーストクラスラウンジ。続きましてビジネスクラスラウンジ紹介します。ウィングのファーストクラスラウンジから実はもうひょいと行けるんですよね。逆からは一声かけないと、もちろんここのファーストクラスラウンジ使える方しか行き来はできないんですけども、今回はファーストクラスラウンジ利用ですので行きたいと思います。ここに書いてある通りファーストクラスであったり、あとはキャセイの一番上のメンバーやワンワールドエメラルドメンバー専用の区画、すなわちファーストクラスラウンジとなっております。ビジネスクラスラウンジ、あ結構人いっぱいいるねこの時間帯でも。食事メニュー紹介します。これカレー、先ほどもファーストクラスラウンジにもありました。こっちがご飯と、チャパティみたいなやつかな、名前忘れた。そしてあ違う、パラタ、パラサ、これで豆、こっちがスープ、で粉チーズだとかクルトンだとかあって、ここにパンがあります。なのでファーストクラスラウンジとは少し品揃えが違いますね。紅茶、コーヒーマシーン、これおしゃれだけどもドリンクサーバーなんだよ、超おしゃれだよね。でここにジュースがあります。リンゴジュース、オレンジジュース、トマトジュース、牛乳、この中にはスーパードライ、カールスーパーグ、炭酸水などなどいろんなの入っておりまして、ココナッツチャイ、水マンゴーコンポート、美味しそう。でサラダコーナーです。
生ハムであったりチーズ、ドライフルーツ、あとは通常のリンゴ、梨などのフルーツに、お、これも美味しそうじゃん、サンドイッチで、あとはケーキ、え、食事あれだけ違うんですよ。この奥にヌードルバーがございます。ヌードルバーも12時までの営業になっておりますので、撮影日の段階では早めに行かないとここたどり着けません。特に東京大阪行きのキャセイの深夜便使われる方気をつけてください。ギリギリに来るとやってません。ここがヌードルバーになっております。メニューですが、ワンタン麺、担々麺、あとはこれが卵麺にマッシュルームスープ、あとはつみれの麺っていうのかな、つみれが入った麺で、こっちが天津系です。ジーローパオなんでチキンのやつかな、あとこれが小豆入ってる甘い系の、これらがヌードルバーで選ぶことができます。そしてヌードルバーの奥にもドリンクございまして、こっちもおしゃれなドリンクサーバーで、冷蔵庫の中にはチンタオリールや、あとベッティービール、これはこっちの方にありましたね、キャセイのオリジナルのビールです、ベッティービール。反対側にはアサヒのスーパードライなどあったんですけど、こっちにはスーパードライないですね。あとは香港ビールもこの中に入っております。瓶で香港ビールです。あとはコーラゼロなどなど、鶏肉かな、で野菜があって、わ、スペアリブ絶対うまい、今の時間じゃなければ食べてた。そしてこれが、お、餃子、餃子があって、この餃子は何の餃子か、違う、ビーフシューマイ、あ、違いますね、野菜餃子だ、野菜餃子でした。あとは雰囲気どうですかね、ここやっぱりね、天井が高いので開放感抜群ですし、この真ん中のこれがなんか癒されるんだよな、いい感じの雰囲気ですよね。あとはコーヒーロフトと呼ばれるスペースありますね、そちら次紹介します。続きましてコーヒーロフトです。前回の時は工事したんですけど、あ、もう終わっ、いや、まだ、なんとも言えないな、また翌朝来ますね、その時確認したいと思います。ここの部分もちょっと天井がね低くなっているので、開放感的な部分で言うと先ほどいた区画に比べると劣るんですけど、まあ、それでも天井よりも高いですし、雰囲気がなんて言ったっていいですよね。こんな感じのビジネスクラスラウンジになっております。それではこの後はもう一回ファーストクラスラウンジに戻ります。一旦シャワー行きますか、この時間から使えるかな、怪しいんですけども、ちょっと聞いてみましょうか。まあ、使えなかったらまた明日の朝ラウンジ戻ってきますので、明日の朝使いたいんだけども、どうかな、いけるかな。シャワー OK でした。ちなみにカバナ1番から5番までかなあるんですけども、ちょっと今日はもう時間があまりないので、カバナはまた翌朝使いたいと思います。ちなみにシャワールームは合計で11室ございます。とりあえずシャワー行ってきます。カバナもそうなんですけども、ファーストクラスラウンジ、しかもウィングだけ、ここ扉があってハンガー、まあ、ここにあるんですけども、ハンガーかけるところあるじゃないですか、でこれ呼び鈴あるんですよ。これ何か分かります？正解はここに上着とかかけておくとアイロンをかけてくれるサービスがあるんですよね。カバナ並びにシャワールームありますので、ここに上着をかけてボタンを押すとスタッフがやってきてアイロンをかけてくれると、でシャワー浴びたりだとか、あとはカバナ入ってる最中にアイロンかけて上着などがピシッとアイロンかけて仕上がるよというサービスあるんですよね。これ意外に知らない人多いかもしれますが、こういったサービスありますので皆さん覚えててください。シャワーこんな感じです。水圧はもちろん大丈夫だとは思うんだけども、ちょっと怖いな、もう上から落ちてくるのかハンドシャワーで来るのか分かりませんので、水圧チェックはやめておきます。この後はもうラウンジ言うことができませんので、どこか寝ることができる場所を探したいと思います。おはようございます。朝5時35分です。この後またキャセイのラウンジ行ってきます。続きましてザ・デッキというラウンジになります。ここはファーストクラスラウンジ、ビジネスクラスラウンジにくくりはございません。デッキという一つのラウンジになっております。それではお次こちらのラウンジ紹介します。入室いたしました。ここのラウンジもご覧いただいている通り雰囲気めちゃくちゃ良くないですか。あとはどこのラウンジもそうなんですけれども、めっちゃいい匂いするんですよね。このソファーはもうかなり座り心地いいんじゃないかな。ちょっと座ってみましょうか。ああいいわ、もうこのまま寝ちゃいたいぐらいです。まだ朝5時半なのでものすごく眠いんですけれども、座り心地抜群のソファー。あとは外のエリアといいますか、なんて言ったらいいんでしょう、こっち側出てみるとおしゃれなのよ。椅子が見てください、葉っぱのような形した椅子並んでおります。あとは窓に面しておりますので、日中の時間帯であれば飛行機
いい感じで見ることできるのではないでしょうか。ゲート6番の近くにラウンジございます。あとはちょこちょこ観葉植物がありますので雰囲気いいですよね。この椅子もなかなかおしゃれだし、こっちもおしゃれだし、あとはここにドリンクございます。このカートもなんだかおしゃれに見えません？ここにはコップと、あとはソフトドリンクなどなど入っております。あとは中に行くとダイニングコーナーもございますので、ヌードルバーの雰囲気も近いですよね。この椅子の感じだと、もちろんここでも食事いただくことができます。今朝の時間帯なので朝食メニューになっております。クッキーがあって、ブラウニーに、このパンめちゃくちゃいい匂いするな、クロワッサンのいい香り、チョコレートデニッシュ、パンゴショコラのいい香り、これは美味しそうだね。レーズンデニッシュもございます。めちゃくちゃいい匂いだわ。でヌードルバーの雰囲気という話しましたが、ご覧いただいている通りヌードルバーもしっかりとございます。ここのメニューも紹介しましょう。こちらがヌードルバーのメニューになっております。ワンタン麺、タンタン麺、あとはベジタブルトムヤムございます。ちなみに営業時間6時から0時になっております。ラウンジ自体は5時30分からやって12時半にクローズするんですけども、ヌードルバーの営業時間だけちょっと違いますね。ご注意ください。先ほどのメニューですがブレックフェストメニューになっておりますので、朝の時間帯過ぎたらフラットヌードルス with フィッシュボール、なので魚のつみれが入った平打ち麺が昼以降追加になりますが、朝の時間帯はそちらの提供はございません。ドリンクですが、あ、ここシャンパンありますね。ちゃんとビジネスクラスでもシャンパン提供されてるんですけども、これキャセイのラウンジのいいとこですよね。こちらのシャンパンございます。アメリカンコックのアドミラルズクラブで同じシャンパン提供されております。他にもソフトドリンク各種ありますし、反対側開けるとコーラ、スプライトはもちろんビール各種、カールスバーグ、チンタオビール、スーパードライ、香港ビール、あとはお茶っ葉ございます。食べ物を紹介します。まずサラダコーナー、あとはフルーツもあったりだとかチーズがあったりだとか、ここら辺は先ほどもウィングのラウンジでも似たようなやつあったかな。いやでもこの黒いバーガーは見なかったな。イカスミバーガー的なやつかな。こんなのがあったりだとか、このスープはキャロットスープかな、これ違う、パンプキンスープだ。でこれまた豆の、どれだ、これかな。でこれもさっきのラウンジになりましたね。ご飯とインドのどれだ、これかな、パラタみたいなやつ。そしてここがカレーです。なのでここら辺のものは一通りほとんど同じですね。で冷蔵庫の中に入っているこのココナッツチャイのマンゴーコンポートもさっきのラウンジありましたし、ライムチーズケーキ、あとはドリンク各種ございます。朝日のスーパードライもありますし、カールスバーグ、チンタオビール、あとはオリジナルのベッキービール、この黒いやつ、こちらもございます。でお茶っ葉、あとはコーヒーサーバーがあります。他にもこのような形のソファー席ございますので、座り心地抜群。あと地味に嬉しいよね、こう上着だとかいろんなもの引っ掛けられるフックがありますので、で座る際にいやちょっとジャケットがなとスーツの上着かけたいなっていう際便利ですよね。そのまま座ったらシワになる可能性ありますけども、こういうところあるとスーツなどの上着引っ掛けることができるので大変重宝します。ここのブースも雰囲気よし。このラウンジにもシャワーブースございます。雰囲気こんな感じです。どうでしょうか、いいですよね。もうシンプルなデザインなので、キャセイのシャワールームってめちゃくちゃどこのラウンジもおしゃれなんですよね。こんな感じのシャワールームが6部屋かなございます。こんな感じのシャワールームでした。すいません失礼しました。シャワールームは合計7部屋ございます。デッキのラウンジ跡にしました。一気に外も明るくなっております。この後は再びウィングのファーストクラスラウンジに戻りたいと思います。昨晩使った際に紹介できなかったカバナお風呂ございますので、このお風呂がめちゃくちゃ最高なんですよ。なので次はウィングのファーストクラスラウンジカバナ紹介したいと思います。再びウィングファーストクラスラウンジの前に到着いたしました。このラウンジは日によってクローズの時間帯違いますのでお気をつけください。昨日はニューヨーク行きが2時に出発ありましたので夜中2時までだったんですけども、最終便の時間に合わせて運行されております。他のラウンジはここに記載している通りです。営業時間5時半から0時半になっております。
それでは行ってまいります。このファーストクラスラウンジも保安検査、出境検査終えてすぐのところにありますので、アクセスがものすごくいいんですよ。今日はカバナでゆっくりとお風呂に浸かってから搭乗口に向かいたいと思います。さて入室いたしました。雰囲気最高ですよね。やっぱり朝も夜も雰囲気最高。ちょっと反射してますけども、朝焼けがめちゃくちゃ綺麗。まずは早速カバナ使いたいと思います。あとは昨日もそうだったんですけれども、基本的にはここにシャンパンが用意されておりますので、入ってすぐシャンパンですよ。なのでここでシャンパンで決めることもできます。こちらのシャンパンが用意されております。お客さんはほとんどいないですね。パッと見ゼロ。カバナはいけるかな。カバナは全部で5部屋ございます。今回は待ち時間なく利用できます。 Thank you。 おお、戻ってきた。これがカバナなんですよ。見てください、浴槽ドンとあるじゃないですか。でソファーもありますので寝っ転がることもできます。混雑時には時間制限があるんですけども、どうでしょうか。いや、いいね。正直今日は寝不足気味ではあるので、お風呂で疲れを癒して来ようかなと思います。それではお湯ためるぞ。まずはカバナの内部紹介します。トイレがありますが、めちゃくちゃシンプルでおしゃれ。そして反対側クローゼットコーナーありまして、開けるとハンガーあるんですけれども、ここに例えばジャケットであったり上着かけてボタンがありますので、このボタンを押すとスタッフがここの扉を開けてくれるんですよね。ここに実は隠し扉がありまして、扉を開けてスタッフが上着を持って行ってアイロンのサービスしてくれるんですよね。なのでアイロンかけてシワを伸ばしたりだとか、そういった服があるときは便利なサービスなんですよ。これ意外に知らない方多いので、もし使う機会があれば皆さんいかがでしょうか。アイロンサービスがございます。そしてこちらにもございますが、ここを開けるとどうでしょうか。こっちもクローゼットコーナーになっておりまして、バスローブがあるんですよ。でスリッパもあって、このスリッパもふかふか、めちゃくちゃ厚みがあっていいスリッパですよ。そしてここが洗面台ブースになっております。もうここだけ見ても高級ホテルの一室ですかっていうぐらい雰囲気いいですよね。でドレッサーブースがあって、ソファーがあって、でここからシャワーブースなんですけども、シャワーも3箇所からお湯出るんですよ。ハンドシャワーがあって、上を見ると滝のように出てくるシャワー、あとは頭上のヘッドシャワーがあって、浴槽こんな感じです。これ伝わるかわからないんですけども、かなり奥行きがありますので、どう頑張っても足つかないんですよね。自宅のお風呂はちょっと狭くてなーっていう方、めちゃくちゃ広いですよこれ。どう頑張っても足つかないので、もう足つかせようとして皆さん溺れないように気をつけてくださいね。カバナ上がりました。めちゃくちゃいい湯でした。ここからは食事などなど紹介したいと思います。今ザ・ヘイブンというレストランブースに来てるんですけども、ここには各種パン、どれのパンも美味しそう、クロワッサンも美味しそう、パンの種類も豊富です。タルトがあったり、あとはジャムも各種、シリアル、ドリンクも牛乳もありますし、あとは無脂肪の牛乳もあったりだとか、豆乳もあったり、わ美味しそう、餃子中にこれチキンかな挟まって、このやつも美味しそうだし、シューマイ、野菜炒め、こっちも野菜炒め、そしてチャーハン、あとはサラダコーナーです。いろんなサラダ、あと生ハムも2種類あるのかな、これすごく美味しそうなんですけども、スモークサーモンもありますし、あとはフルーツも揃っております。パイン、メロン、スイカ、チーズもあります。外にも食べ物並んでおります。夜遅い時間帯ですと撤去されてしまいますので、お気をつけください。ドリンクもいろいろと揃っております。パンもありますし、ここら辺のパンもすごくないですか。ラウンジで提供されるパンのレベルじゃないですよこれ。こんな感じです。クロワッサンもでかっ。まだ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 いっぱいあります。こんな感じです。フルーツもサラダもございます。スクランブルエッグにベーコン、ソーセージ、トマトとマッシュルームの炒め物。でこの奥がお茶コーナーになっております。ここで提供されているお茶、ティアのビジネスクラスラウンジのティーハウスと同じもの。ただ雰囲気としてはやっぱりティーハウスの方がいいですよね。なので扱っているものは同じなんだけど、やはり
ピアノビジネスティーハウス、本当に雰囲気最高なのでどのラウンジもおすすめです。本格的なコーヒーもありますね。目覚めの一杯には最高ですよね。担々麺間違いないよね。担々麺マジでうまいのよ。わあ、いい匂い、すごくいい匂いだわ。これよこれ、うまい。担々麺屋さんとしてねオープンしてほしい、マジで。 JAL はカレー屋さんとしてね、でキャセイは担々麺屋さんとしてオープンしたら絶対繁盛するよ。しかも量がちょうどいいんですよこれ。うまい。ごまの香りがすごいですし、本当にこれもう風味豊かで何枚でも食べられるんだよ。いかがでしたか。今回は香港国際空港の中にありますキャセイパシフィック航空のラウンジ全て紹介させていただきました。ファーストクラスラウンジもやはりものすごいです。今いるウィングのファーストクラスラウンジ、カバナ、あとはザ・ヘイブンのユレストランもありますし、他にも天井も高くて開放的です。ピアノファーストクラスラウンジ、7月19日に営業3年数ヶ月ぶりに再開したラウンジなんですけども、趣が全然違います。仮眠室があったりとか、マッサージが無料だったりだとか、レストランもバーもあったりで、かなり雰囲気がいいラウンジでした。食事の種類も若干異なっておりますので、時間がある方はぜひどちらのラウンジも行ってみてください。ビジネスクラスラウンジもそうですね、まあ、ちょうど隣にビジネスクラスラウンジのウィングありますし、他にもピアノビジネス、あとはザ・デッキというラウンジ、合計5つ紹介させていただきました。どのラウンジも趣が異なりますので飽きることはないかなと思います。ただし注意点としてはラウンジの間かなり離れておりますので、時間に余裕がないとラウンジのホッピングは難しいかなと思いますので、朝便の方は特に注意必要ですね。朝の日本行きのフライトも数多くありますが、朝早すぎると受託荷物がある場合は当日の朝5時台からしか入ることができませんので、ラウンジをなかなか満喫することはできないんですけれども、本当にいいラウンジなので、もう皆さんにねこのキャセイのラウンジの素晴らしさを味わっていただきたいなと思います。冒頭でもお話ししましたが、ファーストクラスにあってビジネスクラスにはないっていうのは結構当たり前だと思うんですけれども、このラウンジは逆なんですよね。ファーストクラスラウンジになくてビジネスクラスラウンジにある、特にピアノラウンジがそれに該当するので、ティーハウスがあったりだとか、あとヨガコーナーがあったりだとか、美味しいピザがあったりだとか、食事もファーストにはないようなメニューも揃っておりますので、ぜひファーストクラスラウンジ使うことができる方はピアノビジネスクラスラウンジも行ってみてください。ファーストクラスラウンジ使える方はファーストクラスワンワールド系の乗客はもちろん、ワンワールドエメラルド、日本航空でいうダイヤモンドや JGC プレミア持ってて、かつワンワールド便に乗る方、なので一番分かりやすいのは日本航空便に乗る日本航空の上級会員の方、ファーストクラスラウンジダイヤモンドと JGC プレミアあれば使うこともできます。ウィングもピアも同じ条件です。ビジネスクラスラウンジに関してはワンワールド各航空会社のビジネスクラス並び JGC カードを始めたワンワールドのサファイアのステータスがある方利用することができますので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。久しぶりにここ使ったんですけど、やっぱり良かったですね。ピアノファーストクラスランチ、マッサージすごく気持ちよかった。なのでまた戻っていきたいなと思います。今回の動画は以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行した気分を味わいましょう。その際のリフや皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。